これマジでね、ちょっとやばいっすわ。うまそう。あ、落ちた。落ちた。やべ。落ちた。やべやべやべ。これ3秒ルールでさ。セーフセーフセーフ。食べた。あ、食べた。うまいっす。ほんとうまい。いやー、これはうまいでしょう。うんうん、ほんとに。ちょっと待って。じゃあちょっと待ってね。ビール持ってきます。ビールとあれも。はい。うまい。やばいっすね。焼肉屋さんみたいな、これ。いただきまーす。マジうまいっすよ。これは何の？これハラミです。あ、うん。柔らかい。なんか、うん。うまいっす。うまいね。うん、美味しい。これはやばいよ。うん、どう？あ、もう、あ、これうまい。あ、醤油がいいね。うまいね、これ。これうまいわ。自分で焼いといてすげえうめえわ。いや、これ。今まではくしゃくしゃになってたの、うん、なんかこれこれね完璧な焼き、そこかゆでなんかでしょ、やっぱ火加減だな、これもうハッパチーズ食わないですけど、うん、これうまいな。あ、これこれあれだな、ビールじゃねえな。何行きます？はい、なんか行きます。ウイスキー梅酒ぐらい。何がいいんだろう。ジンジャーエール割り。あ、そう、せっかくなんでジンジャーエール割りにする。いいですか。あ、すいません、あの氷ありますんで。コップありますか。チンチン触った手ですから。それもうどこでもみんな言ってるからね。もういい加減使うなって話だね、うん、すいません、チンチン触って。しかも洗ってないと来てるからね。徳さん、あ、そうか、徳さんも中間ぐらいになるのか。ちょっとこっち来るよりは近いんだよね、かなり。どこ、あのご飯は近いと思うよ、すげえ近いと思う。入れちゃうか、このままでいいですか。うん、あ、よし、いただきます。ちょっと濃かったかもしれない。そう、濃い。あ、それを感じないね。でしょ、ジンジャーエールでしょ。これはいかん、飲むぞ、本当に飲んじゃうって。あのこれ、あれこれもないけど、あ、バット汁があるんで。あ、バット汁が、汁入れたいですね。汁よし、ちょっとスピーカーにしとけばいいですね。ちょうどこれだとね、バットさんの声が消えてるんで、バットさんの顔が見えてないんで。もしもし、もしもし、あ、こんばんは。こんばんは。これもちろん今そっちは動画回してくれてはるんですか。はいはい、回してますよ、もちろん。もちろん。もう先に今どちらで、ちなみに。あのね、僕今家、今日仕事やったんですよ。あ、お疲れ様です。はいはい。お疲れ様です。はい、でももう今ちょっと家でもう飲んで、もう今ゆっくりしてると。あー、了解です。今ね、ダニさんとこの夜の宴会をしてるわけですけども。はいはいはい、今は2人で。今2人ですよ。はい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 。ね、ヨッシーさん、ヨッシーさんっていう話になって、まあかけるしかないだろうという。ありがとうございます。あのね、はいはいはい。ほら、湖畔へね、行きたいねって話をずっとしてて。湖畔ぜひ来てください。あのね、いつでもいいっすよ、ほんまに。あのダニーさんもバットさんも本当に。いや、忙しい方じゃないですか、ヨッシーさん。いろんなところにね呼ばれちゃって。はいはいはい。いや、あのね、湖畔はすごい、僕らね、あの年間何十泊もやってるんですよ。はいはい、ノリさん、はいはい、ノリノリさんとね。はあ、で、まあまあまあ、あのダニーさんもバットさんもこの日僕ご飯行きますよ言うてもらったら、もう
もうすぐ行きますよ、僕ら。マジ、あ、本当ですか。うんうんうん。ダニーさんは今日はあんまり酔ってないんですかね。どうぞ。酔ってません、まだ。まだベロンベロンじゃないですよ。頑張りましょうよ、ダニーさん。いやいや、まあ、まだまだこれからですんで。まだまだ大丈夫ですよ。はい。まあ、これからね、うん、そろそろバット、ね、まだ9時、そうそうそう、あのバット汁をね、僕の一番搾りのバット汁を飲ませようかと思って、それを2枚さんですダニさん、何か何かコメントを。はい、ちょっとダニさんどうですか。そうですね、あのぜひあの行かせていただきたいと思います。ちょっとまだダニーさんまだちょっと酔いは足りないですね。まあまあまあ、そうですね。もう普通に喋れてます。いや、やっぱりあのベロンベロンになるのは、はい、やっぱり湖畔に行って行った時ですかね。そうやね、ちょっとな、湖畔でちょっとベロベロになってもらおうかな、これな。そうですね、そうですね、はい、あのノリさんの動画も見ましたけどあれひどい。見ましたよ。あれは私は、あれはすごいと思うわ。うん、私は人のこと言えません。まあ僕もあんな感じですけどね。でもちゃんとして見えたのですごいなと思いましたよ。うん。そうですね。なるけん焼酎を空にする。すごいよ。びっくりですね。僕一緒に行ってても知らない間に。またお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。すみません、突然に。はい、お疲れ様です。はい、ちょっと開けましょうか。開けていただいても。今回ってるんですか。回ってますよ。このね、この間俺ね、そのみっちり感がね、どれくらいみっちりかっていうと、これくらいみっちりなんですよ。これくらいみっちりですよ。かなりですよ、これ。これね、ちょっとかなりかなり。かなり汁よりも、かなり。でしょ？これやったら飯今食えますよ、多分。本当ですかね。飯食えます？いや、ちょっと。冷めたご飯。だって、これが、こんだけ。すごいな、ちょっと待って、もう、ちょっとさすがに、ちょっと食ったら本当お腹いっぱい、ちょっといいですか？いただきます。うまいけど、普通の炊くわよ。いただきます。うわ、すごいね。うん、あ、これ美味しいよ。何味でしたっけ。梅だけど、梅っぽくはないけど、うまいよね、これ。これうまいね。これうまいぞ。ちょっと梅うまい。うまいですよ。普通にとか、かなりこれ、うん、飯いけますよ、これ。じゃあ、ダニーさんに、はい、僕の絞りたてのバット汁をいただきます。もうね、今日もう風切りですよ、風切り。あ、はい、じゃあいただきます。しるります。しるります。これ、この前いっちゃう。それとも神社やる、はい、割っていただけるとありがたいです。このままいけってひどい。こっち、このままいったらもうダメですよね。現役のままは危険ですからね。危険ですね。いただきます。いい。まあでも、あ、濃いな。こっちの方が濃いな。濃い。こっちの方が濃いわ。入れすぎたかな。あ、でもそんな入れてないよ。多分味が濃いのかな。うん、味がすごい。あ、これやばいな。だって俺の汁ですからね。やべ、また今日もベロンベロンになりま、夜も更けてきて、皆さんお休みになってきたから。そうですね、本当に。はい、おはようございます。声は死んでません。暑い。暑い。いやー、よく飲みましたね。まあこれ開けなかっただけ。昨日は遅くまで飲んでまして、
バット汁もですね結構飲んじゃうしね、まあ、2人でね、うん、そして暑くてやっぱりね日が差してくると暑くて、目が覚めちゃいましたね。まあぼちぼちと10時でチェックアウトらしいんですけど、まあ、ぼちぼちと片付けながら帰りにはねハンバーグ食って帰ろうと思います。今回はねダニーさんと2人でコラボしましたけど非常にね面白かったです。はい、話せませんけどねいろんな話をしまして、そしてねこの量をねダバダバ飲んでしまうっていうのもねいいですね。はい、ということで今回の初渚園のキャンプはここら辺でね締めたいと思います。どうもありがとうございました。はい、じゃあダニさんもありがとうございました。はい、羽が収まりましたらお召し上がりください。はい。